どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回もご視聴者様にご応募いただいた武法人の紹介をしていきたいんですけども、奇しくもですね、お二方ともメインアタッカーを芝居としてですね、さらに兵士適性が低い方の副将をですね、各課にしているという編成でご応募いただいているわけなんですね。なんで今回はですね、その2つの編成を見比べていきながらですね、何か改善点がないか、さらに良くなっていかないかみたいなところをですね、見ていきたいと思います。そしたら早速お一人目の、編成から見ていきたいと思います。そしたらまず1つ目の編成なんですけども、ツイッターネーム K6 さんにご応募いただいた編成ということになってます。ありがとうございます。首相に加工トンを置いて、イブ軍民と総戦作戦で、芝居副将でメインアタッカーで、新三希望と兵務情勢で、もう一人の副将は各課で、白磁兵と武法人ということになってますね。で、こちらの編成をパッと見たときにですね、火力どうだろう、足りるかなっていうことを感じました。っていうのがですね、芝居をメインアタッカーにするというとですね、僕が今までこすってきた芝居盾という編成があるわけなんですけども、この編成に関してはですね、芝居に新三希望とあと一つ活目総体なり兵務情勢なりを覚えさせてですね、さらに曹操で、火力のバフを上げて、でさらに奉仕陣みたいなですね、その首相の火力を飛躍的に上げてくれるような陣法戦法を覚えさせてるにもかかわらず、引き分けばっかりみたいな編成になっちゃってるわけなんですね。で、この武法人に関してもですね、メインアタッカーに関しては火力は後半になればなるほど上がっていくということになってるんで、バフはかかってるような状況にはなってるんですけども、その曹操がいた時の分の火力アップ分ぐらいがですね、ちょっと足りんかなということになってると思いますので、それを加工とに補ってもらう必要があるということになってると思います。でですね、この編成を見ますとですね、回復戦法は総戦作戦が積まれてまして、でですね、もう一つその耐久力を上げる戦法としてですね、イブ軍民を覚えさせてますよね。この点は割と問題ないんじゃないかと思います。で、各課にですね、白磁兵と武法人で、まあこの武法人は帰れないと思うんですけども、この白磁兵に関してはですね、火力を上げるための戦法ということになってますよね。ただこの白磁兵というのはですね、軽力ダメージを付与するということになってますので、加工トンとはあまり相性が良くない戦法ということになってるわけなんですね。芝居とか閣下の場合はですね、しっかり火力は出てくれるんですけども、なんでですね、ちょっとそのイレギュラーがあるというか、ここが歪みかなということでですね、ここを滑骨領族に変えたらどうでしょうかということを感じました。で、僕自身がですね、武法人を使っていってる上でですね、やはりこの滑骨領得っていうのがないと、首相をなかなか守りきれないなというふうに感じてるわけなんですね。なんでここで滑骨を入れるということですね。で、加工トンですね、にイブ軍民と総戦作戦なんですけども、この総戦作戦に関してはもう滑骨を入れたので不要かなという気がしてますね。まあもちろんあれば、あるに越したことはないんですけどね、そのしっかりと硬くなるんで、いい戦法ではあるんですけども、ちょっとその火力が足りないというところをですね、補うためにここは総戦作戦を外して、じゃあ何にすればいいかなって考えた時にですね、僕は絶地反撃がいいんじゃないかと思いましたね。絶地反撃というのはですね、ダメージを受ければ受けるほどですね、5ターン目だったかなにまとめてボンと大きなダメージを与えるという内容の戦法になっているので、その後半ターンまで生きてもらうのが前提の編成にはですね、割と合ってるということになっているわけですね。結構耐久型の投炎盾みたいな編成でもですね、使われている戦法ということになってますので、で、さらにですね、この加工トンというのはダメージを受けるといいますかね、その戦法を引きつけるっていう武法人の効果によってですね、ダメージを食らう機会が多いということになってると思うので、絶地反撃とは相性がいいんじゃないかという気がしてます。で、加工トン自体もですね、ダメージを受けた時にですね、カウンター気味に相手にダメージを繰り出すという固有戦法を持ってますので、これでなんとかその火力の方は大丈夫かなという気がしてます。なんで、まあちょっと実際使ってみないとわからないところはあるんですけども、僕の提案したその編成でですね、なかなかこう生き残ってくれないっていうことになるとですね、その総戦作戦をまた戻してっていう感じにしてもいいかなと思うんですけども、もし、多分僕は提唱してる継承戦法で行ってもですね、引き分け結構増えてくるんじゃないかなと思うんですよね。ただもうこれ以上その火力面で改善しようがないかなっていう気はしてるんで、まあこのどっちかで組んでみてですね、ご自身が納得いく方でですね、運用してもらえたらというふうに感じました。ありがとうございました。
でもう一つの編成がですね、ツイッターネーム FJURQUT さんという方にご応募いただいた編成ということになってます。ありがとうございます。で冒頭で告知したようにですね、芝居閣下に関しては同じなんですけども、その首相にですね曹操を置いてるということですね。で覚えさせてるのは曹操釈戦と青州兵で、芝居に関しては新三希望と兵務情勢で、閣下に関しては武法人と活目相対ということになってますね。なんで、芝居に関しては覚えさせてる戦法も全く同じということですね。で、この編成の場合はですね、曹操が固有戦法で副将の火力を上げてくれるっていうことになってますよね。なんで火光トンというですねダメージソースがなくなる代わりにですね、芝居と閣下にですね火力を出してもらおうという狙いがあるということになってますね。なんで閣下は一応その第二副将、兵士適性が低い方の副将ということになってますので、その武法人と滑骨領得を覚えさせるみたいなのがもう若干デフォになってきてるような感じはするんですけども、その曹操の固有戦法を生かすためにですね、ここは閣下に滑目相対を覚えさせてですね火力も出してもらいたいという狙いが見えますよね。僕もここはいいんじゃないかと思ってます。で問題はそうですね、曹操の継承戦法ぐらいかなっていうところなんですよね。で青州兵っていうのはですね火力を上げつつ火ダメも減らすということになってるんですけど、これが 35% だったかなの確率でっていうことになってて、割とその安定感がないんですよね。ただ積もりはまると火力もあと耐久力も上がるっていうことになってるんですけども、その後半まで生き残ってもらうのが絶対条件のこの武法人に関してはですね、その曹操が統率しているということでですね、さらに効果を生かせる部分はあるんじゃないかなと思うんですけども、他にですね、耐久力を上げるような戦法を覚えさせれる人がいない状況になっちゃってるんですよね。っていう場合のみですね、ここはちょっと外した方がいいんじゃないかというふうに感じてます。で、仮に各家にその耐久力を上げるような戦法を覚えさせてもいいかなと思うんですけど、そうすると曹操の固有が全然生きてこないっていうことになってます、なってきますので、ここはですね曹操の青州兵のところを異部軍民に変えるのがいいんじゃないかと思いますね。異部軍民ってね、本当に武法人に合ってる戦法になってますので、可能であれば覚えさせたいということになると思うんですよね。でもう一つの曹操釈戦なんですけど、これはどうだろうな、もうこのままでいいかもしれないですね。っていうのがですね、曹操っていうのが首相にいるとですね、芝居や閣下がダメージ入れた時に曹操の兵力っていうのが回復するんですよね。なんでその曹操が一番兵力が減ってるっていう状況がですね、なんとなくみんな同じぐらい兵力が減ってるような状況になりそうな気がするわけなんですね。なんでその全体的に回復できるような曹操釈戦の方がもしかしたら合ってるのかもしれないというところなんですけど、ここはね本当に際どいところと言いますか、使用感に任せるしかないかなというところがありますので、もし曹操釈戦でですね首相が抜かれるみたいなことがよく見られるということでしたら、滑骨領得に変えるのもありかなというふうに感じました。はい、いかがだったでしょうか。今回もですね武法人の編成を紹介させていただいたんですけども、これだけ多彩な編成が組めるということになったらですね、やっぱりみんな一つは組んでみたいなっていうふうに感じますよね。でそんな時にですね、やはりこの主力部隊っていうのをたくさん育成するのって大変じゃないですか。なんですけどもシーズン6から書店機能によってですねレベル上げが飛躍的に楽になったっていうところがあるので、その持ってる部署が多い方とかだったらですね、本当にたくさんの編成が組めるような環境になったということになってるわけなんですね。で僕はその無課金と課金者のですね、格差が広がるんじゃないかということを懸念してたんですけども、そのやっぱり割とですね、逆に無課金の人がですね、たくさんの編成をですね、早めに育成するためにですね、戦場で第一線で頑張って先行貯めてっていう感じでするとですね、その先行で買う分のその経験書って言ったらいいんですかね、に関してはですね、毎日1冊ずつ買えるぐらいの量になってるんで、逆にその全ての人がですねこの新鮮っていうゲームをフルに楽しめれるような機能になってるんじゃないかというふうに感じましたので、なかなかいい機能だなというふうに思いました。で僕自身もですね今7分まで育成着手してるっていう感じで、それもその経験書のおかげということになってるんでね、なんで今回のシーズン6の総括動画っていうのはなかなか
その使った舞台の紹介っていうのに時間を割くことになりそうな気はしてるんですけども、また、総括動画もですね作る予定にさせていただいてますので、ぜひご期待いただけたらと思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。